初代タウンゼンド公爵第四代タウンゼンド子爵ジョージタウンゼンドはイギリスの陸軍軍人政治家貴族オーストリア継承戦争や七年戦争に従軍したとりわけ七年戦争における1759年のエイブラハム平原の戦いでは英軍の総指揮官であったホイック島の政治家としても活躍しアイルランド総督や補給長長官を務めた 軍人としての最終階級は陸軍元帥である。1764年に父から第4代タウンゼンド子爵の爵位を継承し、1787年にはタウンゼンド公爵に除される。1786年頃にギルバート・スチュアートが描いたタウンゼンド教の肖像が1724年2月28日、第3代タウンゼンド子爵チャールズ・タウンゼンドとその妻。 オードリーの長男として生まれる、イートン校を経て、ケンブリッジ大学セントジョンカレッジへ進学。1743年に陸軍に入隊。1745年4月には、第七竜騎兵連隊の隊員となる。1743年6月のオーストリア、継承戦争のデッティンゲンの戦いで、初の実戦経験を得た。 1746年から1748年にかけてフランドルで戦う英軍の指揮を取るカンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスの副官を務めた。1746年4月のジャコバイト判断のカロデンの戦いでもカンバーランド公の副官を務めた。1747年2月には第20不評連隊へ移籍し、同年7月にはオーストリア継承戦争の ローフェルトの戦いに参戦した。また同年から爵位を継承する1764年まで、ノーフォーク選挙区から選出されて、保育党所属の庶民委員議員を務めた。1748年2月25日に第一この F 評連隊の部隊長となり、中佐に昇進した。1750年にカンバーランド港と対立したことで一時分務を離れることになり、 政治の仕事に集中した。1751年にはカンバーランド港の軍人としての能力の低さを批判するパンフレットを書いている。庶民院議員として1757年民兵法の成立に貢献した。1758年4月に軍務に復帰。同年5月6日に大佐に昇進し、 1759年6月には第64不評連隊の連隊長に就任すると共に7年戦争で旅団指揮官として戦地カナダへ派遣された。カナダで戦っていた頃にタウンゼンドが描いたインディアン・ケベックでジェームズ・ウルフ大将の指揮下にあったが1759年9月13日のエイブラハム・平原の戦いでウルフが戦死したため 代わって、英軍の指揮をとり、同年9月18日にケベックシティの降伏を受諾した。1759年10月には、第28不評連隊の連隊長となり、1760年には、数密顧問官に列する。1761年3月6日には、少々に昇進した。同年7月には、フィリングハウゼンの戦いに参加した。 1762年5月、スペインのポルトガル侵攻に際して、ポルトガル防衛のためイギリスポルトガル連合軍の師団の指揮を取った。1763年3月には、ジョージ・グレンビル内閣において補給長副長官に就任。1764年5月には、父の死により、タウンゼンド支社区員を継承し、貴族院議員に転じた。百六十七年八月には、 チャタム伯爵内閣でアイルランド総督に就任。アイルランドにおける汚職撲滅と経済改善を目指した。当時アイルランド議会は議会捜査受けおい人と呼ばれる有力者に支配されており、彼らを抑制するために総督フダブリン城に集まっている城内派を支援、育成しようとしたが、議会捜査受けおい人の激しい抵抗を受けて、改革は十分な効果を上げなかった。 アイルランド人民からの人気も全く上がらなかった。彼が嫌われていたのは、イギリス本国に忠実で本国の都合でアイルランドを統治しようとするためだった。1770年4月30日に中条に昇進した。1772年9月にアイルランド総督を退任した。1772年10月には、ノース教内閣で補給庁長官に就任。 さらに1773年7月には、第二コノエリューキ兵連隊の連隊長となった。1782年に、第二代ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワースが、首相となると補給長長官を辞した。1783年に、フォックス・ノース連合内閣が成立すると、補給長長官に再任されたが、翌1784年に、ショーピットが政権を握ると、 再び辞職した。1782年11月26日に大将に昇進。1787年10月27日にグレートブリテン貴族社会、タウンゼンド公爵に助せられた。1792年2月にはノーフォーク知事に就任。1794年にはキングストンアポンハル総督。 翌1795年7月には、チェルシー王立病院総督に就任した。1796年7月30日には、陸軍元帥に昇進した。1807年9月14日に、ノーフォークの自定レーナムホールで死去した。1764年5月12日に、父の死により、以下の爵位、順段爵位を継承した。 1787年10月31日に、以下の爵位に新規に寄せられる。5歳のアンモント・ゴメリー1751年12月19日に、第5代ノーサンプトン伯爵ジェームズ・コンプトンの娘、第15代シャートリーのフェラーズ女男爵、シャーロット・コンプトンと結婚した。彼女との間に、以下の4男4女を儲ける。1773年5月19日に、 初代順団シャクサーウィリアム・モントゴメリーの娘ヤン・モントゴメリーと結婚。アンは1795年から1820年にかけて皇太子ヒキャロラインの助官長を務めた。彼女との間に以下の一男四女を設ける。ありがとうございます。